はい、良い風景です。ここですね。ことライム。ここで、暗黒騎士団と、ロンウェイがここで会談すると。なんか密約結ぼうっていう感じなんですよね。で、それを阻止するために、今から向かいたいんですが、編成しようか。よし、編成しよう。次のマップはね、やることが多くて大変なところなんですよね。デニムは忍者ですね。どうしようかな。これでいいか。で、ちょっとよく考えていきたいな。で、アネットなんですけど、なるべく軽くしておきたいかな。っていうわけで、久々のオーブをつけていくか。で、こんな感じにしておこうか。ウェイトターンが390ですね。かなり軽いんじゃないかな。第一のオーブ、どうするか。いいか。いや、これでいこう。で、もう一人の飛行ユニットであるカノープス。これね、第一のオーブつけておきたい。これ、ウェイトターンを軽くする意味もありますけど、実はもう一つ意味があって、第一のオーブつけると、風の攻撃に対する、防御力が高まる。ですよね。で、防御力高めておくか。いやいや、違う。これ、重量プラス18なんですよね。ブチレジストがプラス9だけども。どうしようかな、と思って。変えようか。例えば、チェインメールとか。ちょっと軽くなるな。こっちの方が軽いけどね。これかなり軽いんですよね。重量プラス3で、ブチレジストがプラス4なんですよね。まあいいか。バルドアーマーできます。で、これで3人か、デニム合わせて。あとは、プレザンスかな。プレザンスは、どうしようかな。じゃあ、ここにですね、マジックペーストどこ？どこ行った？マジックペースト。あったあった。これで行こうかな。で、あとは、フォルカス入れるか。フォルカスあともう少しでレベルが上がりそうだし、戦闘中にレベルが上がったらかなり強力なんでね。まあこんな感じでいこうかな。最近大活躍のフォルカスを入れていきます。よし、じゃあ、やってみるか。ちょっとうまくいくかどうかわかんないな。一応セーブ取っとこうかな。まあ、やり直すかもしれないしね。まあいいや、ここにセーブ取っといて。さあ、あとうまくいくかな。よし、行こう。Fight it out。コトライム、来るの久々だけども、ここに来るためにいろんなことが起きます。では、デニムはこっちかな。次は誰だっけ？次はアネットかな。アネットは、なるべく右にいてほしい。右ってのは、なんだろうな。なんて言えばいいのかな。まあいいや。説明するのめんどくさい。プレザンスはここでいいか。こうかな。ここにするか、それとも。よし、じゃあこれで、これでいってみます。なんか櫛がよく回んないな。ことライム。ここはね、いろんな面で重要ですよ。まあお話的にも重要なっていうのは間違いないんですけど、ゲーム的にも重要ですね。かなり戦略的な意味を持ってくるところです。ライムに侵入したのはいいけど、公爵は一体どこにいるんだろう。聞き覚えのある声。急げってんだよ。気づかれたのか。なぜバイスがバグラム兵と一緒にいるんだ。まさか。
様ら、誰の命令で動いている？知らずらしいことを、お前の命令であろうが。己ランソラと測ったな。くだらぬこと、私は知らぬ。助けに来てくれたのか、バイス。公爵様、こちらへ。裏切るのか、バイス。貴様。ざまねえな、公爵さんよ。次はおめえの番だ、ランソラと。死んでもらうぜ。過ぎた野心は身を滅ぼすぞ。やかましいんだよ。この状況が分かってんのか、タゴ。やれ、こいつをやっちまえ。なんだ？貴様らどういうつもりだ。そこをどけ。おとなしくしていただきたい。異国から来た客人よ。誰の差し金か。まさかブランタ公ではあるまいな。関係のない客人たちが勝手なことをするからこうなるのだ。なんだと言わせておけば。そんなバカな。奴らはどこから侵入したんだ。やはりバグナム軍内で裏切りがあったらしいな。待て。放っておけ。奴らの方が先だ。ザコには構わな。指揮官だけを狙うんだ。さて、指揮官だけを狙うんだっていうふうにデニムは言っていたが、それではちょっともったいないところですね、ここは。ボスは暗黒のハイランド。レベル23ですね。これかなり強力なユニットなんですよね。まあ、装備品もかなり強力っていうのもあるんですけれども、こっちのレベルが20かな？全員20なんですよね。レベルが3つ上で、しかもですね、見てもらうとわかるんですけれども、この右下の、このアイテム、ワープシューズ。これね、いたずら好きの吉たちが作った、次元同様のシューズって書いてありますけどね、これ、本当優秀なアイテムで、まあ、移動がね、ワープになるんですよ。移動タイプが。で、他にもやることがあって、そうだわ、言うの忘れるとこあった。まず、これね。このフェンリルっていう、この呪文書なんですけど、これが非常に強力な呪文書なんですよね。召喚魔法っていう書いてありますけど、これをね、トレジャーとしてドロップします。で、あともう一体、こっちにもいます。こっちはサンダーバード。こっちも同じですね。こっちも召喚魔法です。だからこの2体を何としても倒したいっていうことと、で、今度は暗黒のハイラムを倒すっていうことですね。この3つが目的なんですけれども、まあそのためにはこいつが邪魔ですね。杖2本装備してますね。これかなり賢い選択ではありますね。インテリジェンスがかなり上がってると思うんだよな、これで。かなり上がってると思いますよ。180は硬いんじゃないかな。で、ヒーリングプラス持ってますね。なんとしてもこいつを最初にやってしまいたいって感じです。で、まずアネット。だからそのためにアネットの装備を、ですね。どうしようか。この位置でしておこうか。まあ、そのためにアネットにオーブをいっぱいつけておきたかったってことですね。でまずはこいつやっちまう。2マス先だが、届いてくれるだろう、おそらく。よし。三つの目標のうちの一つを崩しました、これで。で、次なんですけど、今度はこいつなんですよね。遠いな。これ、11ですね、高さ。で、ここが14か。とりあえずここにいてもらおう。届かないんじゃないかなと思うんだけど、一応狙ってみるか。どうだろう。あ、届いた！やった！あと一発だ。よし、いいぞ。あ、MP チャージしてますね。これはまずいぞ。消費が40だったかな、召喚魔法は。だから次のターンで使ってきますね。前の方に攻めてきたな。
よしぞー。で、うまくいきそうだな。ちょっと待った。魔法じゃなくて、アイテムだ。マジックペーストを自分で使います。で、どうしようか。とりあえずアネットでこの辺を飛び回ります。で、二つ目の目標の、こいつはカノブスに任せます。で、今度こいつですね。こいつが回復持ってるんだよな。よし。で、アンコのハイラムはこっちの方に攻めてくるんですけども、そいつを迎え撃つために、この三人はここにいてもらおうか。グリシーブーツか、これ。こいつグリシーブーツ持ってんな。これ右下のやつね。これ水だめは歩ける。で、デニムは、ここにいてもらおうか。これ待機します。あ、アイテム使って回復か。くそー。さて、どうなるかな。ちょっとこのマップはかなりうまいことやりたいんだが。あ、1% 当たったつに。マジか、びっくりした。で、ハイラムが、動くね。ハイラムに一撃加えておきたいんですよね。ちょっとアネットに一撃加えておきたい。まあ、かなり危険なユニットですからね。ここにいて、おとりになるっていうのもいいけども。そうしようか。とりあえずクレリックだな。あのクレリックを倒すぞ。1% ですね。よかった。これ当たらないでくれよな。よかったよかった。これは食らいたくない。で、ドラゴンこっちに来るな。ドラゴンが動いたから、こっちに動くか。ここかな。召喚魔法は怖いけどな。ドラゴンやってしまおう。あんまりやる意味ないんだけど。で、ここにしようか。届くかな？おそらく届くだろう。よしぞ、さすがドラグーン。で、アネットね。順番見ようか。なるほどね。とりあえず、そこにいるクレリックを始末するぞ。こいつね、一撃だ。よしぞ、ざまみろ。で、こいつだな。こいつどこまで来るかな。この子に来られたくないですよね。まあいいか。とりあえずこれ待機するか、それとも。とりあえず拾えないよな。ここにいよう。で、これが重要ですが、クイックムーブで。どうしようか。ここにしようか。クイックムーブを使って支援。カノープスを支援します。とりあえずカノープスじゃないと、あの術師を倒すことはできないからな。よし。で、これが当たってくれるかどうかが問題。どうだろう。よしぞ。二つ目の目標をクリアしました。で、この落ちてるドロップアイテムをですね、回収されたくないよね、敵に。まあ、とりあえずここにいてもらおうか。アシドレインか。で、このオードリーというドラゴンテーマがどこまで、どこに移動してくるかだな。トレジャー取られるっていうのはまずいぞ。それだけは勘弁。どこに移動する？移動しなかったか。で、デニムを狙うか。ちょっとこれ眠らされたくないな。あ、よかったよかった。よしぞー。今度こいつなんだよな、目標的には。こいつにダメージ与えてしまおうか。それともこいつか。2発かかりますね。だったらこっちかな。届くかな。よしぞー。あいつ弓持ってて危険だからな。
デニムか。デニムだな。回避しないか。ちょっとまずいぞ。ダメージが蓄積しててまずい。とりあえずこいつら無視だな。アネットはここにいてもらうか。ここにいて盾になるぞ。サンダーブレスだろ。これは回避できるから。とりあえずハイラムに一撃かな。やはり。さて、こいつだよな。反撃で倒してもらったことないと思うんだよね、多分。かなり強力なユニットですから。とりあえず一発食らしておこう。で、これ待機。で、いいぞ、カノプス。よし、いいぞ、あと40だ。あ、待って、ドラゴンやるべきだったかな。まあ、横へ待機だ。で、デニムですが、よし、じゃあこうしよう。ここまで移動して、こいつを倒して、ここにいればドラゴンやってこないからね。回復すればこっちの方が確実でしょう。よしよし。で、ドラゴンを倒すぞ。いいね。で、待機かな。よし、あとはハイラムだな。では、プレザンスどうしようか。とりあえずアネットは引くかな。アネットを引かせたいか。マーシーレインで回復しようか。とハイラムが接近してくるから、デリムの HP 少し回復しておきましょう。でも回復量低いな。よし。で、あとは待ち伏せするのみなんですけど、どこまで待ち伏せするか。じゃあ上の方で待ち伏せしようか。で、アネットはこっちだな。で、移動してきましたね。あ、上の方か。そう、そこに移動するか。どうしようか。どうするどうする。あの屋根高さいくつだろうな。カノープスなら攻撃できるかな。ここは11ですね。ここだったら届くんだな。ここ17。ここだ、ここから攻撃だな。これが一番賢いんじゃないか。当たれ。あと87。で、ハイラムの一撃はマジで怖いですね。届きますね。ただ、ハイラムの攻撃距離を。そうかそうか。ここは10か。どうするどうする。この位置だと当たるんだな。じゃあ、どうするかな。さあ、どうしたものか。じゃあ、ここに移動してみるか。ここはハイラムの移動距離の外だが、トレジャー取られちゃうかな、もしかして。ちょっとこっから
攻撃してみよう。あと42だな。で、この子は危ないかな。ちょっと攻撃してみます。届かない気がしますね、ここは。あ、届いた。倒したぞ。よしよし。うまくいきました。貴様らのような虫キャラに。よし、うまいこと攻略できたな。公爵と暗黒騎士ランスロットを探せ。しかし公爵はバイアスに倒されちゃいましたね。デニムが倒すとか言ってたけど倒されちゃったな。で、欲しかったアイテムは全部手に入りました。助けてくれ。何でもするから、命だけは。どうしますか、この小僧。頼むよ。俺はブランタの野郎にそそのかされただけなんだ。あんたたちに歯向かうつもりはこれっぽっちもねえ。頼むから助けてくれよ。お前には戦士としての誇りはないのか。あんたの言いなりになるか。黙れ。魔が差したんだよ。俺はあんたらを恨んじゃいないんだ。黙れと言っている。お前の願い通り見逃してやろう。本当か。ただし、二度とその顔を私に見せるな。ありがとう。本当にありがとう。失せろ。礼を言うぞ、オズマ。先ほどフィタクから早馬が参りまして、ハイム城に監禁していたプランシーが何者かの手によって連れ出されてしまったそうです。何？連れ去った者の目星は、バレリア解放戦線の手の者かと。プリンセスが見つかった以上、プランシーは用済みなのにな。とはいえ、外務に漏れるのはまずい。よし、その件は、キコーラ兄弟に任そう。連中の息の根を止めろ。なんならプランシーを殺しても構わん。は、グラシャス家の名誉にかけて、必ずや任務を完遂いたしましょう。ブランタ公はいかがなされますか。自分の尻拭いは自分でするだろうさ。しばらくの我慢だ。あとはあれさえ見つかれば。ですね、あれっていうのが重要なんですよね、実は。ゴルボロザ平原、ここが重要で、また、ここではイベントはないんですけど、ここでランダムバトルできるんですよね。で、ここでね、戦力をかなり拡充している、いくつもりです。で、次はアルモニカ城ですね。じゃあ、ウォーレンレポート少し見ますかね。あの、あれっていうのがね、あ、少しセーブだった、間違った。本当に重要で、皆さんよく覚えておいた方がいいですよ。あいつらが一体何を探しているのかっていうところなんですけどね。まあ結構このゲームで政治的な要素がかなり強いゲームなんですけれども、あのね、このゲームをその、なんだろうな、ファンタジーたらしめているのがその、あれなんですよ。ちょっとまた。ではね、ロンウェイ公爵。ジュダ・ロンウェイ、元ウォルスター外交軍指導者。バルマムサの虐殺を経て、宿敵バルバドス卿を倒し、念願のコルタネ地方を制圧下に置いた。しかし、バグナム軍に奪われたことライムの奪還作戦の途中で部下に暗殺された。って感じですね。まあ、なんか意外と、この人ね、他のルートでもね、その小物っぷりを発揮するんですよね、意外とね。かなり小物ですよ。で、バインス。
まさかのバイス。バルマウンスの客殺に直接関与。やってるか、これは変わってないか。変わってないな。なるほどね。よし。こんな感じかな。その他とか一応見とこうか。特に何もないですね。よし、じゃあ今回はここで切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。